ユニバーサルの近くです。はい、ユニバーサル。先日オーランドから車で2時間、アナマリアビーチに行ってきました。フロリダの9月現在のビーチは、人との間隔を保つことを注意する以外は特に制限は出ていません。今私たちが住んでるのはアメリカのフロリダ州ですが、ブラジルの私たちの自宅からビーチまでは大人の足で徒歩5分、車なら1分くらいなので、子供たちはビーチに行くのにどうしてこんなに時間がかかるのかまだ理解ができません。アメリカに来てからビーチはたったの2回目です。前回はココアビーチ、今回はアナマリアビーチ。私たちが住んでるオーランドもそうですが、フロリダ州にはブラジル人が多く住んでいます。その中でもビーチに近い町には他よりも多く、特にリオデジャネイロ出身のカリオカはビーチに近い町を選ぶ傾向にあります。ビーチの近くのスーパーでビーチパラソルを買いました。オーランドのスーパーにはないビーチグッズのコーナーがあります。到着です。駐車に困るくらい混雑してました。そして家に自分と子供たちの水着を置いてきたことに気づきました。ブラジルでも子供ができてからそんなに頻繁にはビーチに行っていませんでしたが、それでもしょっちゅう目にしていたので、これほど久々にビーチに来ると懐かしい気分になります。特にブルーナは生まれた時からビーチの横で育っているので、これがない生活っていうのはかなり物足りないのです。さあ、水はどうでしょう。悪くはないけど、ブラジルで私たちの自宅があるカボフリオは国内でもかなり上位に入ってくるビーチの美しさなので、そこから来た私たちをうならせるっていうのは結構大変なんです。Acho que é minhoca isso, não é? Será que é bicho? Será? Será? Ó.
Aqui, ó. Ah, meu dedo. Ah, meu dedo. Olha o outro. Olha o outro. けど水はものすごくあったかくて、慣れてくるとちょっとぬるいお風呂のようで、私はかえってもっと冷たい方が好きです。リオとかカボフリオの水ってものすごく冷たいんです。ブルーノはお水があったかくて喜んでました。帰りは見事に雨が降ってきました。この辺の夏の雨の降り方はこんな感じです。一気に降ってあっという間に日が照ります。何、ハンバーガー？ハンバーガー食べたい？食べたい？お昼兼夕飯を食べていくことにしました。あっちのお店ドライブスルーのようですが、車が数台止まっていて、それぞれに商品を届けてくれるようです。外食はコロナの前であってもほぼゼロという具合なので、なんと今回アメリカに来て初めてアメリカっぽいレストランに行きました。コロナ対策やっぱりしてますね。店内は結構賑やかでした。Primeiro restaurante americano, depois de um ano morando na América. É engraçado. Com proteção ao bar, mas o bar lá. Como é que tá? Muito interessante. Ah, このタブレット、1個ボタン押すだけでゲームが勝手に始まって、最後に2ドル請求されます。さすがアメリカ、すごいボリュームだけど、食べ残しはお持ち帰りできます。はい、どうぞ。はい、そして帰りはお決まりのトラブル。Situação braba. Estamos no meio da estrada. São 9 horas da noite.
Que horas a gente parou aqui? 7h30. 7h30, 7h40, né? É. A gente já tá aqui há uma hora e vinte. Vai demorar talvez mais uma hora. Até chegar um socorro, né? Essa semana meu pneu furou. Troquei, botei step. Não tive tempo de consertar o pneu, de trocar, de fazer nada. E o step furou, né? Então, tá brabo. Isso aí. Tá brabo. Tá brabo. É. Dá tchau. Mas pelo menos tem alguém vindo aí pra salvar a gente. E a gente tá bem. Tamo bem, não sofremos acidente, isso é mais importante. Fica muito bom. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Olha, olha. Tchau. Ai, puta que pariu. 最後店側と連絡取れなくなって焦りました。はい、というわけでちょっと時間かかりましたが、大ごとにならずみんな無事帰宅できてとにかく良かったです。ブラジルでも私たちパンクはよくあって、そんな動画も以前に上げてます。リオからサンパウロに車で行った帰りにもちょっとトラブルにあったことがあって、その時は幸い平日の昼まで近くで修理できたので良かったですが、もし今回みたいなことがブラジルで起こった場合、こんなところに長時間車を止めておくのは不安だとブルーノが言ってました。それにブラジルで、まあ、特にカボフリオみたいな田舎でこんな時間に動いてくれる業者がいるかどうかも分かりません。ちなみにフロリダのこの辺では最悪の場合車を3日間までなら放置したままにできます。トラブルが起きてどうしてもそのうちに車を動かせない場合は罰金なしで3日以内であればその場に置いておいても大丈夫です。最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひ過去動画で私たちのブラジルの生活の様子なんかもご覧ください。またポルトガル語オンラインレッスンも毎日行ってます。興味ある方はぜひぜひ直接ご連絡ください。インターンはテープロスもビジョチョチョベージュ。